高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラブル、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さてということで10月に入りましたね。今月も高橋直澄のトラブルメーカー元気にお届けしていきたいなというふうに思っておりますけども、まずはですね、最近この番組でしょっちゅう言ってるあのファミマの芋掘りのお話ですねあのね、そう、お芋掘りの話なんですけど、あれね、ファミマのこのお芋掘りなんですけど、モナカがどうしてもモナカのアイスが食べたくて行ったんだよ、うん、またね買いに、はい、そしたらもう入ってなくて、ソフトクリームの方あったんだけど、うん、いやソフトじゃないんだ今、俺はモナカが食いたいんだって言ってねでいつもだったらそこですごすごと帰るんですけど、うん、どうしても食べたかったんで、うん、店員さんにね、もう勇気出して、もうモナカは入りませんかって言って、そしたら、はい、その店員さんが調べてくれて、うん、入荷のとことかいろいろ、そしたらもう注文がストップになってます、もうキャンペーンが終わりって、そういうねイベントが終わりなので、もう入らないですね、残念ですけどって言って、うん、で、ね、これをもう少し早く伝えてくれたら入荷してたかもしれないってことが言ってたのよ、うん、だから、あ、声届けることってめちゃくちゃ大事だなって思いましたよ。なんか黙って帰ることってあるじゃん、あ、売ってないなみたいな、うんうんうん、で一回聞いてみるっていうのはいいかもしれない、あ、人気あるんだ、じゃあ取ってみようかなみたいになるっていう、ね、なるほど ね、そんなこんなでございますよ。だから声届けるって大事だなってね、好きなんだよって伝えることは大事なんだなということで、好きなんだよを伝えたいと思います。今週のチョロ行きたいと思いますけどもね、あのすっかり爪とぎベッドがですね、あの超お気に入りのスペースになりまして、しょっちゅうバリバリバリって爪を研ぎながらやってるんですけども結構寒くなってきたのに全然ベッドに来ないですねもうそこがもうお気に入りになりすぎちゃって、なるほど、なもう触れ合いがなくて寂しくて、最近チュールをあげるときしかなんかね触れ合いがないから、いろいろチュールのあげ方をこうやっておりまして、それでね、毎週のようにこれも言ってますけど、チョロ手からチュール、うん、最近ね手乗りチョロにしてるんです。あのアイーンみたいな形でその手を水平に伸ばして、はいはい、でその上でちょっと高めにチュールを構えるんですよ、うん、そう、このアイーンの手の上に手を乗っけて、両手を乗っけて、うん、踏み台にして、そこから食べるんですよで俺の顔の前でペロペロしてる顔が激可愛いで 見られるっていうです、ね、でもすげえ疲れるんですよ、この大盛りをかけて。でチョロも疲れるから途中で疲れたみたいになるんですけ どもう可愛いで、最近はチョロ手からチュール膝っていうのをやってて膝の上のチョロもめちゃくちゃ可愛いです。なるほどもうね、アップで見られるのがね、この上ない幸せですね、うん、本当に。もし猫飼ってる方いましたらお試しあれでございますよ、さあということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー、まずは普通のお便りご紹介しようと思いますけどもね、え、今週は10月1週目の放送、つまりは改編突破一発目の放送ということで、この曲からお届けしたいと思います。高橋直澄フォーカラーズ。We'll be right back.
ということでね、フォーカラーズに載せてメールご紹介したいと思いますけども、こちらは横浜市のチャチャからいただきました。改変突破おめでとうございます。ありがとうございます。この場所を守るためにたくさん頑張っている姿は、きっと私の想像のはるか上にあるのだろうと思います。これからも楽しい放送が聞けるのは皆さんの努力のおかげですね。そう、本当ですねって自分で言うのもあれですけど本当にいろいろね頑張ってるところはあるんですけどもね、そこにほんの少しでも関わることができたら嬉しいなと心の底から思います。お目汚しなメールでもご容赦くださいねって、そんなことないですよ、本当にいつもありがとうございます。これからも絶対的応援団の一人ですね。嬉しい力強い言葉もいただきました。ありがとうございます。他にもたくさんいただいてるんですけどもね、こちらはですね、富山県のさゆりからいただいております。改変突破おめでとうございます。はい、ありがとうございます。またいつものようにトラメカを聞けるのがとても嬉しいです。いつも直澄さんの声や歌、 N クロスやブログ、ツイッターなどからたくさん元気のパワーをもらっています。チョロちゃんの話や危なおでかさんも楽しくて幸せな時間を届けてくださってありがとうございます。心から感謝です。これからも魅力ですが直澄さんのこと応援しています。また時折お便り送りますということでいただいております。他にもですね、皆さん本当にたくさんのお祝いメッセージいただきましてありがとうございます。皆さんのですね、このメール一通一通がですね、この番組のね、こうやって続けていく力の源であることは本当に間違いがありませんのでね、いつもこうやって元気のパワーを送っていただいておりましてありがとうございます。これに答えられるべくですね、今後も一生懸命ね、頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞどうぞね、引き続きよろしくお願いします。まあ一応何もなければ春まではね、この心穏やかな状況で一生お届けできるんだなと思って、やっぱ嬉しいなと思ってますんでね、よろしくお願いします。さあ続いてのメールご紹介したいと思います。こちらはですね、トラブルネームタニコからいただきました。青森県住みということでいただきました。ありがとうございます。ナオニトラボとハイトラボ、いきなりですが先週結婚式と披露宴をしました。おめでとうございます。コロナ禍であることから身内は家族と祖父母だけに絞り、友人も新郎新婦合わせて10人と最小限に減らし、みんなコロナワクチンを2回打っていることを条件にソーシャルディスタンスやさまざまな最大限の対策をしました。コロナ禍じゃなければもっとたくさんの人を呼べたのにと思いますが、こうして行えたことに感謝したいです。またこの日台風が来ていましたにもかかわらず誰一人欠けることなくできました。本当に良かったです。僭越ながら大好きなナオニーにもお祝いのお言葉いただきたいですね、いただいております。ありがとうございます。まずは本当におめでとうございますね。ちょっと驚いたのが、まあね、このコロナ禍はもうね、もう皆さんご存知のね状況ではありますけども、さらに台風も来た日にというね重なったということで、もうねおめでたいことが重なるのはいいんですけども、大変なことが重なるとね、なんだかなって思うかもしれないんですけども、でもねこれを乗り越えられたらね、きっとずっと先に私たちの結婚式ってさ、友達も呼べなかったよね、うん、友達来ないのに台風は来たよねみたいなそういうことでね、ちょっと笑えたりとかするんじゃないかなってね、この意外と大変なことってね、思い出は深いものになるんじゃないかなって思うんでね、それよりもこっからのね楽しい思い出をお二人でね、そして周りの人とね幸せなそんな人生を歩んでってほしいなというふうに思います。本当にタニコおめでとうございますね。またメールいただきたいと思います。よろしくお願いしますね。さあ続いてのメールご紹介しましょう。こちらはですね、岩手県の松香からいただきました。改変突破おめでとうラボ。はい、ありがとうラボ。朝晩が涼しくなって日も短くなって秋を感じますね。本当ですね。特に食べ物、産直に天然舞茸や松茸が売られていたので購入。いいな。今年は七輪で焼いてみました。炭焼きは美味しさがぐっと上がりますね。鶏肉やネギ、ナスも美味しくなりました。そんな感じで七輪で焼くことにハマっています。いいですよね七輪ね。次は焼きおにぎりの予定ですが、味噌をどう作るか考え中。直澄さんならどんな味噌を塗りますか。なるほど。なんか俺らは当たり前なんだよ、焼きおにぎり味噌って。俺らっていうか俺はね、岩手とかはね、焼きおにぎりはね味噌って決まってたのよ
うん、東京に出てきて醤油の焼きおにぎり見て大体びっくらこいたってなった。あ、そうそうそうびっくらこいたって感じだったので。そうなんです、僕はですね、味噌って意外とたっぷり塗らないといけないんですよ、うん、あのどっぱと塗らないとダメなんですよ、うん、そうするとでも味噌ごとあの網にくっついてベロって剥がれたりするんです焼いてると。だからそうならないように味噌ちょびっと薄めに塗って、長さね、ネギ味噌入れるの。あ、長さ具としてネギ味噌入れで、ね、うん、味噌味噌でやるとうめえんだよこれ俺はそういうのが食いたいね、ぜひどんなの作ったかも教えていただきたいと思います。七輪で焼くとね、ガスと違って H2O が発生しないんですって。炭素なので水が発生しないのでホックホクに仕上がるんですよね、サンマとかそういうのも。へー、はい、ということらしいですよ。なんかね、ガスで焼いたり電気で焼いたやつよりも全然なんか美味しく焼けるのはどうしてかななんていうとですね、実はそういうことだったりもするらしいのでね、秋10月になりましてね、美味しいもの本当に焼き芋じゃありませんけどもね、いろいろ美味しいものも出てきたなと思いますけども、そんな季節にですね、イベント、生配信トークイベントが決まりましてございましてですね、もうホームページとかでは告知されてるんですけども、この番組でもお知らせしたいなと思うんですけども、高橋直澄、私と宮田光輝ですね、宮田っちのですね、宮田光輝さんとの2人でお送りする生配信トークイベント、鳥たちの楽園トリックオアトリートの開催が決定いたしました。出会いから20年以上、いつかはやりたいよねとこうね、思っていたんですけども、あっという間に20年が過ぎまして、20年以上経ちましてね、まあこう温め続けた企画ではあったんですけども、まあ鳥だったらもうやっと卵が飼えるぞみたいな、鳥だけにね、なぜ鳥かはまあお察しいただければと思いますけど、トリックオアトリートってそこら辺もかけたりとかして、もう最初からもう親父ギャグ満載みたいなところでございますけどもね、日程はですね、ハロウィンの日にやりたいと思います。トリックオアトリートっていうだけありますからね、10月31日日曜日18時から、ツイキャスのプレミアム配信にて行いたいと思います。ただいま配信チケットも発売中でございます。詳しくはオフィシャルホームページ見ていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ふつおたのコーナーでした。迫力満点パワー充填ライブ DVD 直澄高橋アライブツアー2019ウィル発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜、オンラインストア T ショップにて限定発売中。やりきったわ、充実、わあ見つけたわ、ジャッキー、充実、ジューシーズ。今週のお題、たてたてん、駅伝のエピソードね、行ってみたいと思いますけどもさあ今週もですね、ジュンジュージューシーズは別個なまらせていただくかなと思っておりますけどもまずこちらからいきますね。京都市のチャコからいただきました、初めて一人で東京に行った時のこと、友達と会うのに誰でも分かるところで待ち合わせにしてと頼んだら、じゃあ銀の鈴でと言われました。銀の鈴がどんなものか知らなかったので、見つけられる自信ないと言ったら、絶対大丈夫、案内も出てるからと押し切られました。当日案内板を頼りにしてドキドキしながら歩いてると、ああった、あでかこれなら確かに見つけられるわってボールぐらいの鈴がケースに入って飾られているのを思い浮かべていたので、ちょっと騙された気分でしたちなみに渋谷駅で待ち合わせた時はハチ公前にしました。ハチ公は思ったより小さかったです、ね、なるほどね、ありますねこれね。俺もあるんですよ、あの東京駅さ行った時に銀の鈴って言われてね、あの鈴立てあの大体カバンさついてるちっちゃいね鈴ぐらいしか思いつかないなと思って、梅干しぐらいの大きさだべと思ったんだけど見つかるわけねえ、どういうことって思ったんだけど、またはあの神社さついてるようなあのね2つガラガラって鳴らすやつね、あんなのどこさがあるんだべか、長さ神社でもあるんだべかとか思ってたんです。じゃあね、本当に大きなこう交わせのとこがあってね、今あれ今どうなってんだべ、あれ東京駅さ行ったことあるけど、前ほら地下に行ってね、地下にこう、うん、移設されたみたいな時期は知ってるんですけど、その後どうなったかってあんま知らないんだよね、うん、でもなんかさ、俺とマネージャーさ、もうどっちかっていうとさ道ダメなのよ決まった通りにしかそれでも迷うんだから、あちこちね、田舎者の2人なんですさあ続いてのお便り行ってみたいと思います。こちら茨城県牛久市純からいただきました。駅伝のエピソードねえ、てってれてってって
駅でのエピソードを言ってみたいと思います。通勤通学と何十年と利用している駅、駅ではなく走行中の電車の中でのエピソードで恐縮ですが、友人と朝の身支度について話していた時、友人が朝きちんと顔を洗ったのに目やについてることある？いやと笑いながら話したら、思いのほか声が通ってざわついた車内が一瞬シーンとなってびっくりしたことがあります。教室で一瞬シーンは何度か経験があるのですが、電車の中であの時が初めてでした。一瞬静かになるこの現象、しらけ鳥が通るって表現するよなと思ってネットで検索したら全くヒットせず、天使が通ったとか妖精、神様、幽霊が通ったとか言うらしいです。あら、しらげ鳥って言いませんでしたっけ？歌も歌えるんですけどねって書いて、しらげ鳥って書いてありますよ、ね、もしかしてしらげ鳥で検索したんじゃないですかと思って、俺しらげ鳥で、あのね、げでしらげ鳥で検索したんだけど一応出てくんなと思って、うん、まあ、これね、俺もドリフと間違えてたんですけど、ドリフターズかなと思ったら、さっき植木さんがちゃんと教えてくれまして、あの転覆トリオだっけ？違う、ね、違う。なんだっけ？見頃食べ頃笑い頃って番組で。見頃食べ頃笑い頃か。小松政夫さんがね。白毛通り飛んでゆく南の空へ、ネズミネズミってやつだよね。歌走ってんの。これ幽霊が通ったとか俺聞いたことあるんだよね。だから幽霊通ったが白毛鳥と混ざったのかなってちょっと思いましたけど、ね、でも白毛鳥久しぶりに歌えてよかった俺。さあ続いていきましょう、長崎県佐世保市のミキチーからいただきました。ででん駅でのエピソード、ね、私は高2の夏休みに全国姉妹校の交流会に参加するために京都に行くことになり、家族に駅まで送ってもらったのですが、私が乗車した寝台特急が発車すると、一緒に来ていた当時小6の弟がわざとらしく列車を追いかけてきて、ホームを走り出し、これまたわざとらしくこげて手を伸ばす、行かないでと母を訪ねて三千里のお母さんの乗った船を追いかけるマルコの真似をしたのです。同年代にしかわからないですよね、すみませんって書いてますね。34年も前のことなので、夜9時の佐賀駅は人影もまばらで、弟は周囲の視線は気にならなかったようですが、同校の友人や引率の先生など列車内の視線を引きつけ大いに受けていたというのが私の駅でのエピソードです。これ田舎の人あるあるじゃね、ホームでやるよね。人いないからね、まっすぐね、なんていうのかな、まっすぐ伸びたあのホーム見ると、うん、広いホーム見るとなんかあの運動場のトラックみたいな気がしてくるんだよ。センヒーであってよいどんって言われたような感じしてね、なんか走ってしまうんだっけあれね。すごくわかりますね。もしかしてそんなことした人もいるんじゃないですか、大体ね。はい、聞きづらいですか、大丈夫だってみんなが言うんで、調子こいで今週もやってますけども、はい、行ってみましょう。続いてはこちらですね、島根県のツワノの幸子からいただきました。なずみさん、トラボ、タイトランボー、てってってん、駅でのエピソード行ってみましょう。車で1時間かかる市街地から帰ろうと駅に向かい、ホームで列車を待っていました。しかし待てど暮らせど列車が来ん、おかしいなと思い駅の時刻表を見ると、本来の時刻の23分を32分と間違いで覚えていたことが発覚。23と32と逆に覚えてたんですね。駅員さんに次の列車の時間を聞くと、まさかの4時間後。その後も予定があったため、しぶしぶ仕事終わりの母に迎えを頼みました。母に迷惑をかけてしまったこと、乗り遅れたこと、ひどい雨だったこともあって、さらに気分は暗くなり、高校生にもなって何やってるんだと落ち込んでると、見知らぬおばあちゃんが声をかけてきました。おばあちゃんは駅前のバス停でバスを待っていたらしく、私たちはしばらく駅でおしゃべりをすることに。そのおばあちゃんは旅行が過ぎて、昔駅が主催していた九州旅行に行っていたそうです。フェリーに乗って桜島を見たこと、地獄巡りをしたことを楽しそうに話してくれました。とても元気で可愛いおばあちゃんのおしゃべりでひどく落ち込んでいたこともいつの間にかすっかり忘れていました。母が迎えに来た頃は不思議と雨が止んで晴れ間が出ていました。おばあちゃんに別れを告げ、なんだかいい時間を過ごせたなとニヤニヤしながら帰路に着きました。またあのおばあちゃんに会えたらいいなって言っていただいています。うん、なんか素敵なエピソードですね。映画のワンシーンみたいじゃないですか。これなんかこのままちょっとストーリー仕立てにね、なんかね、
確かあのあれですよね、あのツワノの幸子はあのアニメーションのね映画制作してるってことでこれそのまんまストーリーにしたらなんかグッとくるやつなんねえかな、ね、泣いてる時に雨降っててさね、悲しい時に雨降っててさ、おばあさんと喋って心が晴れたら晴れまで出たなんてさ、ね、なんか CM ぐらいにはなりそうな感じのいいエピソードよね、うんうん、これね。なんかちょっとグッときて、やっぱねおばあちゃんとかこうやってね年取ってこういう風に人さ優しく話しかけられる人間にいい年の取り方したいななんて私もちょっと思いましたけどもね。全然年取ってないから俺まだね17歳だからもうこういう風に言うようになったら大体年取ってからね年取った人しか言わないからこういうことねしかもだいぶ読んだから今サバ困ったもんだこの間ねあのあれなのよ、岩手のラジオでねコメントで出させてもらって初めであの生まれたマジを告白したもんだからね、鉛をしていこうかななんて思ったりとかして今週も調子こいで鉛らせていただいておりますさあ続いてのメールいきたいと思います、兵庫県花丸からいただきました。直澄さん、うけんさん、スタッフの皆様、トランボー、はい、トランボー、私のてってれてっ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 て駅でのエピソードですが、数年前に駅のホームでの出来事です。改札を脱げで階段を降りでホームに向かおうとしていたところ、階段下には高校生の一団が、団体がいたんですねどうやら野球部のようで、部活帰りにみんなで電車を待っているのがかなりの人数でした。中には疲れているのか座り込んでいる学生も。階段を降りたものの通ることはできそうにないなと私が諦めて反対に行こうかなと考えていたら、その中の一人の学生さんが私に気づけ、お前ら邪魔になってるでと他の学生さんに声をかけてくれたのです、うん、その子に言われで、私が気づいた他の学生さんたちもすぐに道を上げてくれたのですが、その声をかけてくれた学生さんが私を見て一言、すみませんと謝罪まで。その子が直接通り道にいたわけではないのに周りに気を配れる若いのにしっかりとした子だなと、なんだか嬉しくなりました。ありがとうございますと私が声をかけると、少し照れたように笑顔を浮かべてくれたことが今でも印象に残っております、うん、あら、まあ、これもねいい話ですよね。こう本当に些細なことかもしれないんですけどもね、あのまだこれ野球部だからさ、こう爽やかにさ、あすいませんってこう、わあお前らって言ったんだろうなと思うと、なんかこうちょっとね目の奥というか鼻の奥がツンとするような、なんかこのいい感じのね、いや若い青年たちってやっぱいいなってねすごく思いますね。いや俺からも花丸、トラブルネームが花丸だから、俺からも花丸あげたいような気持ちになりましたね。もう一通ご紹介したいと思います。こちらはですね、鳥取県の弥生中からいただきました。てててて、駅でのエピソードということでね、どこかへ出かける時の発着の地、鳥取駅、未だに自動改札ではなく有人改札ですということで、 IC カードも使えません。そうなんですねなので入るときは駅員さんが切符の日付の入ったスタンプを押してくださり、出るときには駅員さんに切符を手渡します。特に県外のライブやイベントで地元に戻ってきたとき、改札が見えた瞬間はすんごくホッとします。切符を手渡すという一瞬のやり取り、この温かい雰囲気が大好きなので、いつまでもこの有人改札であってほしいなと思うのです。そうなんですね、鳥取駅って鳥取の中でも結構大きな方じゃないんですかねこれね。それでもまだ有人だっていうことは、やっぱりあったかい土地なんですね、こういうのね。でもなんかいろいろほらペイペイとかそういうのはどういう風になってんだべ、他の人も全然、ね、なんかそういう電子カードとかそういうのは全く使わないってことなんですかね。いやどうなんだべ、俺岩手もよくわかんないけど実家の方とかどうなんだべなってちょっと思いました。そうか、ほらここのとこずっと帰れてないからさあでも北上駅はだいぶ前からあれピッてやれるはずだな、あの自動改札でシュンって切符は通るからあのあれびっくりするよね、シュンって取られると、うん、吸い込まれるからさうわどこ行ったと思ったらだいぶ前の方でね、キップブって出てんじゃん、ベロ刺してみたいなブって出てんじゃん、あれがね結構楽しいんだよね俺ねって思うんですけど、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。あもう一つご紹介しましょうね。こちらですね、広島のソルミンからいただきました。10月ですね、改編突破本当に本当におめでとうございます、パチパチパチって、ね、ありがとうございます、10月に入りもう少しで FC の更新が来るのですが、ファンになって1ヶ月後に
フィフティーンズシングルでいいんですかこれ。15枚目のシングル夢希望列車発売のお知らせが発表されました。トラメガでも FC でも嬉しいお知らせの中、私は夢希望列車に飛び乗りました。まだずっと乗り続けているわけですが、夢希望列車の止まる駅はどんな駅なのかなとこの時期になるといつも思います。なんかちょっと素敵ですよね。ありがとうございます。いろんなね駅に泊まりながら、みんなといろんな景色を見ながら、最終目的地はみんなの幸せっていうところに向かってると思っておりますよ。ということで一曲お届けしたいと思います。高橋直澄で夢希望列車。なまってたらダメかこれ高橋直澄で夢希望列車。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。さてさて近づいてきておりますけども、シアターサンモールにて10月12日火曜日から10月17日日曜日まで開催されます方南組企画公演伊賀祭り、私高橋直澄、13日の13時からアクア九条の肛門院、そして、13日18時30分からシャブババアにブルースを、こちらの2つの公演に出演させていただきます。詳しくは方南組オフィシャルホームページでチェックしていただきたいと思います。そして今週お知らせしましたけどもね、高橋直澄と宮田光輝がお送りする生配信トークイベント鳥たちの楽園、こちらがですね、10月31日日曜日18時からツイキャスのプレミアム配信にて行いたいと思いますので、ぜひぜひ応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。番組では普通のトラメや番組の感想リクエストをメールでどしどしお待ちしております。今後のジュージュージューシーズのお題は目が出たんです、そして可愛いいたずらでございます。まあハロウィンですからね。ということで、ライトなお悩みは俺にくれということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイリオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。ということでお時間が参りました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねー。目を閉じれば見えるよ、初めて出会ったあの場所が、言葉より伝わるもの感じてた。忘れないよ、悔しくて辛い涙も、嬉しかった涙も、またね、またね。
ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐ。オンラインストア T ショップにて限定発売。ドラマチックライブ DVD、直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜。この思い届けたい。